カスガ山原子林ルイスの滝カスガ山原子林は奈良県奈良市の市街の東方に位置する原子林で約250ヘクタールの広さがある。カスガ大社の新域としてイニシエより狩猟や伐採が禁止され積極的な保護により原子性を保ってきた。奈良の景観保全上においても重要な役割を果たしておりユネスコの世界文化遺産。 ことならの文化財の一要素となっている。春日がさんは、春日大社の山として新生しされ、樹木伐採が841年から禁じられてきたため、森林が極層に達した原生林が広がっている。団体北部に属する地域であるが、団体南部の植物が非常に多く、繁殖も盛んである。主な樹種は、ナギやももシイノキアラガシツクバネガシチイガシカゴノキ。 青がしい砂木榊黒梅などである。林中には、鶴生植物も多く、特に、カギカズラの群生が多い。このほかビナンカズラ、ウドカズラ、低カカズラ、オイタビやマイバラ、ゴトウズル、フジなども多い。団地性シダのナチシダ、オ大葉のハチジョウシダ、ヘラシダ、ウラジロなども多い。また、このような団地性の草木の中に、温帯性の宝の木たらの木両部熊の水木。 ダカ肌デえで品の,のキイ芋の木などの樹木が分布作装しており、臨層的にも興味深い。市街地に近接して原生林が存在することは極めて珍しく、学術上の価値も高いことから1924年に国の天然記念物に、1955年2月に特別天然記念物に指定された。また、春日山の商用樹林は、 国の名称にも指定されている。1998年12月には、古都奈良の文化財の一部として、世界遺産に登録された。ありがとうございます。